韓国政府新日派墓嵐イベントを支援韓国の朝鮮日報によりますと、韓国政府が反日団体の親日派・墓荒らしイベントにおよそ220万円を投入し、支援していたことが明らかになりました。この問題について、韓国政府は予算を支援したのは間違いない。当初の計画には墓を掘り起こす パフォーマンスなどは含まれていなかった。墓しパフォーマンスを中止し、本来の趣旨で行うよう要求する。公文を送り、政府が講演しているという文言も使わないようにすると説明しておりますが、こういった墓しは、もう誰に対しても絶対に行ってはいけない行為でございますので、 韓国政府には二度とこのような問題が起きないように対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。